はい、皆様こんにちは。コミッティビアギでございます。本日は著名人シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は世界三大時計の一つであり格式の高いブランドバシュロン・コンスタンタンを着用している海外セレブにフォーカス。創業以来伝わる美に対する強いこだわりは派手な装飾のない控えめな見た目ながらディティールや技巧の美しさを放つタイムピースばかりです。ぜひ最後までお楽しみください。一人目にご紹介するのは21世紀のキングオブ R&B シンガーニーヨ。これまで全世界で累計2000万枚以上のアルバムセールスを誇りグラミー賞を3度受賞計14回ノミネートという異例の実績を持つニーヨ。ジェニファー・ハドソンやアッシャー、セリーヌ・ディオンなどのアーティストに曲を提供するヒットメーカーとしても有名ですね。最近は自身の大ヒット曲が2020年から現在にかけて動画配信アプリでのダンスチャレンジによって拡散され再ブレイクし大きな話題になっています。そんな R&B 界のレジェンドニーヨが着用するモデルはバシュロン・コンスタンタン、パトリモニー・オートマティック、リファレンス85180/000G-9230。 徹底したミニマリズムに基づくアプローチを反映したドレスウォッチパトリモニーオートマティックです。こちらは18金ホワイトゴールド素材を用い 40mm のケースサイズにデイト表示を採用したシンプルかつ洗練された仕上がりのモデルです。1950年代のデザインに着想を得たアワーマーカー針は文字盤の緩やかな曲線に沿って取り付けられシースルーバックからは丸太十字にインスピレーションを得た22金製の美しいローターを眺めることができます。本人のインスタグラムではオーデマピゲロイヤルオークのフロステッドゴールド仕様などが散見されますがニーヨのスタイルにこのクラシックなドレスウォッチを合わせるあたり憎いの一言です。2人目にご紹介するのはスウェーデン出身のイケメン俳優アレクサンダー・スカルスガルド。レディー・ガガの PV パパラッチやハリウッドの大作映画ターザンの実写版に主演し世界中に名前を知られるようになったアレクサンダー・スカルスガルド。父親はドラゴンタトゥーの女、マイティー・ソーなど数々の映画に出演する名優ステラン・スカルスガルドですが今や父親に劣らない知名度を誇る俳優となりました。そんなアレクサンダー・スカルスガルドが着用するモデルはバシロン・コンスタンタンオーバーシーズリファレンス 4500V/110A-B128。エレガントかつカジュアルの雰囲気を合わせ持つ三振タイプのオーバーシーズです。こちらはブランドロゴの丸太十字をアレンジしたベゼルやブレスレットが特徴的でスポーティーでありながらも上品な仕上がりとなっています。近年ではパテックフィリップノーチラス、オーデマピゲロイヤルオークと並びラグスポ代表格として高い人気を誇っています。現行モデルはワンタッチでブレスを変えられるため付属している交換用のレザーベルトとラバーベルトをスタイリングに応じて楽しめます。プライベートではシンプルなファッションを身にまとうアレクサンダー・スカルスガルド。きっとこの時期はラバーベルトに付け替えて楽しんでいることでしょう。3人目にご紹介するのは輝かしい経歴を誇る大女優ケイト・ブランシェット。1998年公開の映画エリザベスでゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞し一躍トップスターとなった後は数々の人気映画に出演。最新作ターでは4度目となるゴールデングローブ賞、2度目となるベネチア国際映画祭の女優賞を獲得し、その名演ぶりも話題ですね。そんな大女優、ケイト・ブランシェットが着用するモデルは、バシュロン・コンスタンタン、メティエ・ダール・ファブリュ・オーネマン、中国エンブロイダリー、リファレンス 33580/000G-B011。 アートピースとして装飾技術を称えるコレクション、メティエ・ダール・ファブリュ・オーネマン。ファブリュ・オーネマンはフランス語で素晴らしい装飾を意味し各国の文化における伝統芸術などを参考にデザインされています。こちらのモデルは世界限定20本で中国の美しい刺繍をモチーフにピンクとグリーンを基調とした可愛らしい色合いが特徴です。ベゼルに64個内側のリングに60個のダイヤモンドがセットされておりダイヤルのリングからは精巧なムーブメントを眺めることができます。まさにケイト・ブランシェットのような大物女優に引けを取らないモデルでありその繊細なビジュアルは女性の腕元に輝くことを受け合いです。最後にご紹介するのは永遠のイケメン俳優ブラッド・ピット。
1980年代末にデビューし、以来第一線で活躍し続ける映画俳優ブラッド・ピット。日本ではブラピの愛称で知られ、美しいルックス、大人の色気を感じさせるその演技力は、最後のハリウッドスターと称されるほどの名優ですね。そんな説明不要な大スター、ブラッド・ピットが着用するモデルは、バシロン・コンスタンタン・ヒストリーク222、リファレンス 4200H/222J-B935。1977年にブランド創立222年を記念して発表されたモデルを復刻し、2020年新作モデルとして登場したヒストリーク222。ケース径 37mm の222ジャンボと呼ばれた18金イエローゴールド製のリファレンス44018に現代的な解釈を加え、ケース51にはブランドの象徴といえる丸太十字を取り付け、オリジナルの衣装を踏襲したデザインが特徴です。ムーブメントはこのモデルのために再設計された222の刻印を施したローターを備えたキャリバー 2455/2 を搭載。去年開催されたウォッチ&ワンダージュネーブ2022において一番の話題をさらったモデルではないでしょうか。インスタグラムの写真からも見て取れるように、金ムクが持つ色気と渋みが増したブラッド・ピットの色気の組み合わせ、これを見た世界中の男性が真似したくなるのではないでしょうか。いつかコミット銀座にもこのモデルが現れるのを心待ちにしています。まとめとなります。豪華なラインナップでしたが、いかがでしたでしょうか。本物を知り尽くした人ほどバシロン・コンスタンタンの魅力を感じ、その結果世界最古の時計ブランドは愛され続けることでしょう。今回もこの動画がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となり、そして時計愛が増す一つのきっかけとなっていただければ幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。